小さい頃、小学生ぐらいから、絵を描くのは好きで、人に絵を描くようになったのは、高校生ぐらいの時かな。田舎なので何も遊ぶものがなくて、絵を描いて、なんだろう、遊ぶぐらいしかなかったので、10代の終わりぐらいにタトゥーをなんか二十歳過ぎたら入れようかなとは思ってて、それで二十歳過ぎてやりたいデザインはもう決まってて、なんか花を一つ入れようと思ってて、でとそう尊敬してるおばあちゃんからもらった布に入っていたデザインをタトゥーにしてもらいました。最初は一人で勉強してて、マシンをまずもう買って急に買いました。そして、でも今考えるとすごく良くないマシンを買いましたね。それで一人でしばらく半年以上は勉強してました。最初は独学でやってたんですけど、1年ぐらい経った時にやっぱりつまずいてしまって、それでここの今のスタジオに連絡をして、見習いという形で働くようになりました。いつも挑戦でしたね。最初のもう、半年ぐらい、1年ぐらい、例えばお客さんも海外の人が多かったので、そのやり取りが日本の人とはまた違う、言葉もそうですし、いろんな人がいるので、それに合わせて、やりたいことを聞き取っていいものを作っていくのが、本当に毎日挑戦してました。今もそうですけど、今なんかいろんな SNS とかでいろんな人の今の作品を見れるので、逆にそれがまあいい場合もあるし、例えばお客さんがやりたいものをすぐに読み取れる。例えばお客さんがこの作品とこの作品が好きで、このカラーが好きで、分かりやすく見せてくれるんだけれど、分かりやすすぎてもそれにとらわれてしまって、自分の世界観というかが出せないことが結構ありますね。まあ自分の気持ち次第なんだけれども、でもそのお客さんがやりたいことと自分のやりたいことをうまくミックスするのが毎回難しいことですね。最初の頃はその自分が暗いデザイン、グロテスクのデザイン結構好きだったので、自分の色を出したくて描いてたんですけど、ここのお客さんのオーダーは割とその暗いものは少なかったので、仕事の面でもあまりそっちが多いと少ないし、仕事が少ない。いつもインスピレーションもらえるのはやっぱり東京に住んでからの自然の少ない感じが、最初はそれが嫌だったけれど、今住んでいるところが自分の家の裏に川、小さな川があって、そこに来る鳥とか虫とか小さい自然なんですけど、毎朝犬と散歩したりして、その時にもらえるインスピレーションは本当に大きいですね。本当はもっと自分の絵を描いたりしたいんですけど、なかなかオーダーの絵を描いたりすることが、描かないと間に合わないことが多いので、もちろんそれが終わった時は気分転換として人に会ったり、あとは一番大切なのは、月に1回は私のおじいちゃんとおばあちゃんが江戸川に住んでるんですけど、そこに遊びに行くのは自分の中で定期的に行く習慣にしていて、なぜかというと、この仕事をやろうって思って決めて東京に出てきた時に1年間ちょっとおばあちゃんの家に居候させてもらってたんですね。なので今の自分がこうできてるのは、その理解があるおかげであるなって思って、特におばあちゃんはタトゥーが大嫌いだったので、でも今はすごく私の絵を見るとすごく「ああ綺麗」って言ってくれるんですけど、最初の頃はもう本当に「やめなさい」って毎日のように言われてて、それの理解を得るまでが大変だったけれども、でも今こうやってできてるのは彼らのおかげなので、その感謝として定期的に、ご飯食べたり話する程度なんですけど、それは自分の
つもリラックスできます。